はいどうも、パラプンテ J2 沼マーチャンネルのつっつんです。ということで、今回は無念の1年ということで、今回 J2 の10位から7位の振り返りですね、やっていこうとなってよろしくお願いいたしますと。 ということで、まあ長崎、大分に関しては、メインチャンネルの方で毎回、えー、プレビューとかレビューとかやっておりますんで、まあよかったら、ね、大分と長崎の、えー、サポーターの方々ですけどもね、えー、動画概要欄にあるメインチャンネルも登録よろしくお願いいたしますというところなんですけどもね、そう、まぁ、あ、J2 の10位から7、ね、位、えー、振り返りでございますけどもね、いやープレオフ惜しくも届かずというところでございました。まあ長崎はね、最後の方まで争って、で、大分もね、プレオフ圏内にいることの方が多かったシーズンとは思います。で、甲府も AC へと、 えね、並行しながらよくやった、まあ、よくやったちいうらね甲府のサポーターからしていやそんな言葉はいらんというところかもしれませんがただ、ね、僕は売られたサポーターなんでそので a c l と、えー、リーグ並行する難しさは本当に分かっていというところでございましてまあ、本当ね、うん、悔しいと思うんですけどもね、えー、まず本当ゆっくり休んでほしいというところですねで、岡山はねいやちょっと引き分けが前半戦多かったイメージがどうしてもありますけどもただ、ね、来季こそねこの初の J1、えー、挑戦というところでございましょうかね。はい 一度見ていきましょうかねこちらまず岡山から見ていきましょうかね岡山、えー、これが今シーズン及び過去のシーズンの 成績というところでございまして、まあえー、昨年3位だった岡山、まあ、昨年ね、そこでだから J1 に上がれればよかったと思うんですけれども、今シーズン10位というところでございます。まあ、勝ち星も、ね、減ってますしまあ、っていうところ、ただ負けの数は一緒なんですね、えー。負けの数は10敗なんで、この10年間、約10年間で一番少ない負けの数、タイというところでございます。だから、まあ、途中で言った、ね、引き分けの数、この引き分けの数がやっぱ前半戦、特に多かったんで、これをね、いく分かね、えー 勝利の方に、えー、分けることができればなというのは、うん、ありますけれどもそこから勝ちきれないゲームが多かったちゅう岡山のこのシーズンの、まあ、結果の特徴には、えー、なってきますで得点力はただ昨年の1.45から、まあ、下がっております、ねで。失点数も フルというところで特殊点差最終的にはプラマイゼロとなっておりますんで、まあ、来季以降、今シーズンだから、ね、レンタル組の活躍も目立ったんでね、まあ、レンタル組残すことができるかどうかとか、ただね、今シーズン非常においい補強をね、えー、しております。まあ、ガブリエ・シャベル選手獲得とかもありましたし、藤田選手獲得でもあったんで、本当補強自体はいい風に進んでおりますんで、どういう風な、ね、進化をた、えー、ることができるか,どうかというところでございましょうかね。で、こちら。 これが、えー、今シーズンの主な、えー、メンバーというところでやってきます、まあ、フットブラボさんの、ねえー、サイトを引用というところでございますけれども、まあ、桜川、そのもん、千葉ガーベスがセンターフォワード一番多いというところで、まあ、これ見て分かるとり、さっき言ったらレンタル組ですよね、まあ、各ポジションにレンタル組がいる中で、まあ、特に千葉選手の活躍は本当に目立ったんじゃなんかと、僕は千葉選手、ね、将来の広島を背負う選手とは思っておりますので、活躍期待というところでございましょうかね。で田中雄大選手もも、ね、も今シーズンも活躍しても契約延長を 発表されましたもんね。では、これが、えー、今シーズンの主なメンバーというところでございます。これ、ね、チャチャがいかないとあと4チームありますんでね、もうちょっと一つ一つゆっくり見ていきたいんですけど、ちょっと時間の問題かというところ一応これが今シーズンの主なメンバーというところでございました。で、こちら。 これがまあ数字ですね、データのところには、えー、なってきます。まあ、数字的には大体平均よりもいい数字と、まあ、悪い数字が混在しておりますけれども、大体まあ平均より上の数字が多いですね。まあ、1試合平均手数も8本だったとかね、だチャンス構築率が11なんで、これの数字がもっと伸びてくれば、ね、前線の破壊力ある前線が、ね、メンバーいますんで、そこにいい影響を与えることができたんじゃないかと思いつつも、ま、た1試合平均得点数は1.2なんでね、まあ、チャンス構築率、1試合平均 得点数が同じまあ11位というところなんでまあ、チャンス構築つがもっと増えてくればね得点も伸びてくるんじゃないかというところただ成功率はちょっと低い15位というところでまあ桜川ソロモンとか千代川別とこの辺のね2桁ゴール期待できそうな選手が多い中でちょっとこの成功率は寂しいというところでしょうかねで守備のところに関してはもだいたい安定した結果ですねまぁ、あ、日チャンス構築を含めてまあ、こんな感じというところでございましたねでこちら これが、えー、90分間監査の平均値になってきますが一応こんな感じの数字というところで、まあ、8あ10位か10位のクラブなんで、まあ、そんなこう特別でいい数字があるわけではないんですけれどもねただ、やっぱ木山監督サッカーってこの数字に現れにくい分の、ねえー、ものがあるんじゃないかこれ、ね、スタッツ見ても分かると大体こうオフェンス面ですよね大体こうオフェンス面の数字が、ね、並んでいますんでもっとそれ以外のディフェンス面とか、ね、こう数字に現れにくいとこの岡山の、まあ、プレーのいいところですよね。まあ、たくさんという ところでございます、まあインターセプト21位なんで中盤であまりこうボールを奪うことができなかったところありますけどもただこの辺で結構チームスタイルにも左右される、えー、2つにはなってきますんでねただドリブルの本数にやっぱウィングの選手は結構ね個人打開能力がある選手が多いんでその高台選手の指摘は多かったと思うんですけれどもね、まあ、今シーズン10位という岡山の数字でございましたねでこちら 大、えー、分というところで、今シーズン9位ですね、大分、えー、勝ち点が62という今シーズンでございました、まあ、ちょっと下田原監督、会員中、ね、結果になってしまいました、まあ、僕も、ね、九州勢、大分も、ね、応援しているんですけれども、勝ち点的には62で、昨年より下がるというところで、まあ、ちょっと数字も昨シーズンにも、えー、下がっておりますし、得失点差がなかなかプラスに転じなかったか、まあ、転じてはいたんだけどどうプラス10とかね、2桁のことがなかなか少なくて、まあ、大体こう5位とか6位とかずっと、 いたんですけどこう得失点数が、ね、なかなか増えてこないという現状もあって苦しんおいたというところでございましょうかね。で、こちらこれが今シーズン主な大分のメンバーというところで、まあ、下田監督と結構、ね、メンバーというかシステム変えるんですよね。まあ、4バックであったりとか3バックであったりとかいろいろ変えて、まあ、3、4、2、1とか、ね、4、3、3とか 4, 4、4とか本当いろんなシステムを試す監督には、えー、なってきます。伊佐選手がフォワードで27歳先発で 出ておりますけどこれ見て分かるとり伊佐選手以外先発ってもう2桁で出た選手いないんですよねもう後半戦ようやく復活してきた長澤選手が7試合でサムエル選手もね期待されたんですけどね、まあ、今シーズンの不振得点力なかなかか上がってこなかったらサムエル選手のね年間として不調が大きかったんじゃないかというところで、まあ、だから野村選手、中川選手がセンターファーで一応、えー、なっておりますけどこれゼロトップですね、まあ、野村、中川ワントップで使えたというよりもこうゼロトップ気味に使えたというのがありますんで、まあ、ゼロトップ、野村、中川ゼロトップシステムで 使わないといけないぐらいちょっと苦しいんだというところなんで、まあ、ある意味この辺の、ね、先発した選手とか、えー、回数でいうとチーム事情が見えてくるんじゃないかというとことでございましょう。で 松尾選手の活躍というのは非常に良かったですね、まあ、新人選手ですけれども、得点も決めておりますし、まあ、来季以降、松尾選手は期待したいです、で藤本選手もね成長、まあ、なかなか後半戦は数字が伸びてきません、画面落ち数というのも増えてきましたけれども、しかし、まあうん、大分の中では陥のが残選手一人じゃないかというところでございましょうかね、であとは湯馬選手、安田選手、この、ね、2名ですね、まあ、大分優秀スの若手というところで、この2名、来季以降、ね、このコンビでちょっと頑張ってほしいですし、あとボランチ転向、野崎選手、まあ、野崎選手、ね、本当はボランチの選手じゃなくて、 の選手なんですけどね、えー、その野崎選手、ボランチで今週、特に序盤戦活躍見しましたんで、まあ、来季以降も期待したというところでございましょう。で、まあ、来季以降は、だから、肩の坂のとこね、帰ってきますんで、おそらく3ーバッーク固定で、まあ、システムを安定するんじゃないかというところでございます。さあ、えー、来季以降、こういうメンバーがですけどもね、どんだけ活躍してくるかというところでございましょうね。で、こちら。 えーとこれが大分、えー、の数字ですね、こんな感じというところで、まあ、チャンス構築でと6位なんでね、ねしっかりこうチャンス作ってシュートの持っていっているんですけれども、なかなか数字が伸びてこなかったというところ、まあ、伊佐選手はさっっき言ったね先発とか、質時間分数とか、時間でいうと一番多いんですけれど伊佐選手ってやっぱこうね2桁ゴールとか20点とか期待していい選手じゃなくて、もちろんこう得点価格はありますし、今僕も好きなストライカーにはなってきますが、しかし、いわばツートップ向きの選手ですね。こう得点力ある選手 選手の近くでプレーするまあ長澤選,選手とかサムエル選手みたいな大砲の横でプレーしてお互い良さを引き出しちゃうみたいなそういう選手汗かきの選手にはなってきますんでまあ、伊佐選手まあ、もちろん2桁ゴールを決める能力は あると思うんですけれどもやっぱ伊佐選手の良さってフォワードなんだけれどもそこじゃないかと、本当ツートップの威嚇においてね相方を生かすみたいな動きがうまいんでそこからこの得点数がなかなか、えー、伸びてこなかったのは、やっぱイサ選手もちろんフォワードなので得点は、ね、期待したい選手にはなりますけれどもやっぱそこじゃないから伊佐選手の良さは、ねうん、相方を生かすみたいなところがうまい選手なんでやっぱ伊佐選手ともう一枚フォワードが、ねえー、同時起用できるとか、まあ、シャドウにいい選手が得点力ある選手がいればちょっと変わってきたのかもしれませんけれども、長くチャンスはつくんだけど得点が という今シーズンでしたね。で、ま でディフェンスですねディフェンスの指標的には非チャンス構築数が6位で非シュートの方も3位なんでそんなにこう、ね、ピンチを迎えるシーンも、えー、多,多いわけではないとでシュートも打たれていないんで本当は失点数がもっと少なくないといけないんですけども、非ゴールの方は1.3で14位で、えー、成功率非シュート成功率も20位なんでわこれ考えられるのが、まあ、僕も大分の試合、前試合見た上での話になってきますけどね、まあ、そこで打たれたら決められてしまうよねみたいなね、まあ、相手にとって、ね、こう非チャンス構築自体は、ね、少ないんですけどね ただ、こう相手が得点決めるときってやっぱりこうね、あやっぱそういう場面作ってしまったら作らせてしまったら、まあ、それは失点するねみたいな相手を楽に決めてるシーンがなんか多くて、こうね、大分の硬い守備をこうじだけでこじだけていうよりもちょっとしたね配置、立ち位置の問題とかちょっと、ね、ポジショニングのミスであったとかボンミスでなんか失点みたいなところが多かったんで、打たれたシュートが決まるそういう場面が多かった、まあ、難しいシュートとかね硬い守備をこうじだけいうよりも一試合の中に何回かあるね、こうちょっと ちょっとしたミスからの失点が多くて、やっぱそういうプレーをしてしまうと失点に繋がってしまうよねとか、本当、ちょっとした隙を使いで失点みたいな、取る多かったイメージはどうしてもありますんで、うーん、そこかな、本当、最後の最後まで集中するとかね、とか、まあ、まあ、非主導成功率ゴールキーパーだけの責任ではありませんけども、相手が嫌がるようなことを90分間やれなかったのかなってちょっと感じとかありますけどもね、で、こちら。 これは90分間監査の平均率になってきますけどもね、保、え、持、ー、率1位なんですね、まあえー、ボール保持率は1位というところなんで、まあ、この辺は、ね、来季以降、片田さんのところサッカーにもつな、えー、げてほしい、まあ、ポジションスタイルからの、まあ、変化はなくて、来季も今シーズンも、えー、ポジションというところなんで、このいいところっていうのは、ね、来季以降もつなげてほしいところには、えー、なってきますんで、 まあ基本的にこう90分間通して、ね、ボールを持つことができた今シーズンというところなんで、ね、このベースというのは来季も引き継いで、ね、そこから肩の差なんとかどういうふうなアレンジを、えー、加えるかどうかといったところでございましょうかね。はい。んで、こちら。 甲府、えー、ですね、本、ま、当、あ、ACL お疲れ様でしたというのをおめでとうございますというところでございます。8位という数字でございました。まあ、僕はやっぱね、シーズン中何回か言いましたけれどもね、やっぱりちょっと甲府は ACL が始まるからね、ACL 始まるから、ACL が始まる前にどんだけ、えー、勝ち点を、ね、稼ぐことができるかどうかという話をしていたんですけども、むしろ ACL 始まる前後ぐらいからこう調子を上げ始めるみたいな、多分ね、1年間通したコンディション、フィジカル的なところですね、の調整の中で、どこにピークを持っていかという、 課題がどこのくらいもあって、まあ、例えば、ウラレッツですね。例えば、ウラレッツの場合は、あの、ACL 決勝の5月ですね。ACL 決勝5月にこうね、ピーク、調子の波のピークが来るよう調整したっいう話もあります。で、それを甲府がだから秋口に持ってきたのかなっいうのはあります。これだからフィジカルコンディションをやっぱこう年間通してバイオリズムをね、高いところで安定させるのは本当難しいというところで、どうしてもこう調子の良し悪しっていうのはね、こう波となって現れるというところで、甲府の場合はですけどもね、バウンフォール甲府の場合この秋口にピークが来る、こう波、バイオリズムが来る。 の頂点が秋に来るように調整をしていたの感じちょっと感じましたけどもね。で、いうか、昨シーズンが18位からの8位なんで大躍進ですよね。まあ、躍進というかね、まあ、こんだけやっぱ残せる底力はあるというところでございましょう。平均得点も増えていますし、まあ、平均失点も減ってというところなんで、得失点のプラス10、いや、本当に素晴らしい数字を残したんじゃないか、さっきも言った、本当 ACU と並行する難しさを、ね、売られてるサポーターの僕は本当に、えー、分かってるつもりなんで、本当よくやったなていう感じはしておりますよね。でこちら ここれがの、えー、の今シーーズンン主なメンバとというところで豊はね、えです、ね、本当この選手、ね、なんかすんごいドリブルからゴールを決めたゲームがあったんじゃないかというところで、本当ね、素晴らしい選手が揃って、ただ長谷川元気が移籍するんじゃないかみたいな、えー、新潟移籍するんじゃないかみたいな話もありますし、あと井上芳弥もと、ね、いうところなんで、まあ、やっぱね、うん、シーズン中、キャプテン、菅井選手を抜かれたのも痛かったですけども、もそれ以外にやっぱ注目される選手も多い、まあえー、三浦選手もそうですけどもね、まあ、何名か J1 が注目される選手も されててもおかしくないみたいな選手は多いんで、どんだけ残すことができるかとかで残した上でね、どんだけねこう上積みできることがかどうかというところでございましょうかね。でこちら。 でこれが甲府、えー、のデータというところでございまして、まあ、実はチャンス構築率も12位で、シュートの本数も14位なんで、そんなにこう、ね、チャンス作ってシュートまで持っていくということではなくて、ただ、えー、ゴール数1.4点で7位というところで、成功率も4位なんでね、ねやっぱりこう少ないチャンスをしっかり決めきるみたいな勝負強さがこの数字から見えるんじゃないかというところでございましょう。で守備のところも非チャンス構築率は15位で、ね、シュートの本数、非シュートも多いんですけども、なんとか、ね、1.2、大い J2 の中で 真ん中よりも少しいいぐらいの数字の収めというバンホールコーのー親という結果でございましたね。で、こちら。これが90分間監査の平均札には、えー、なってきます。まあ、えー、いい数字で言うと、あのー、ね、実はですけどもね、あんまりこうないというところで、まあ大体こう平均よりもね、悪い数字の方が、 多いというところで、まあ、枠内シュート9位とゴール数が7位というところなんで、まあ、大体こういう、ね、数字、2があんまりよろしくないクラブでもなんか勝ってるみたいなクラブの特徴ていうのは、集中力とか、ねまあ、戦力分析とかがうまくいっていってこう少ないチャンスを決めきるみたいなこう勝負強さがかい、えー、見えるのかなとうは、ん、あります。これよくあるんです、これね、なんでこのデータ、数字で、ね、こんなに、ね、いい順位にいるんだとか、ねうん、あるんですけれどもね、えー、大体そういうクラブって僕の印象ですけどね、僕の印象で やっぱりこう勝負強さとかね、ね勝負どころ、選手交代を含めたですけどね、が分かっていてとかがあるんじゃないかというところと、あと、こう言やっぱ ACL がねいいきっかけになったんじゃないですかね。やっぱ ACL でいい流れつかんで、そのままリーグ戦に勢いを持ってたみたいな、大分戦なんか見事なゲーム展開したもんね。でありますんで、やっぱそういうね、えー、随所随所の数字以外のところでもいいところがあるという甲府の今シーズンだったんじゃなんかというとでございましょうかね。で、こちら。 最後、えー、長崎ですね、えー、長崎というところで、えー、今シーズン7位、刈、え、谷、ー、監督、ね、契約延長というところで、まあ、来期も刈、ね、谷監督で行くようでございます、まあ、勝利数は昨年よりも増えて、ねえー、勝ち点も増え、まあ、昨年が11位だったあんまりよろしくなかったっちゃそれもあるんですけども、得点数も1.67なんで、ね、相当増えましたよねで、まあ、失点数も若干ですけどね、まあ、許容範囲ぐらいの、まあえー、数字というところで増えたというところでございましょうかね結果も、まあ、得失点差プラス14という、えー、今シーズン長崎でございました。まあ長 先に関してはもうね、多いてもそうですけどね、もうメインチャンネルで触っておりますんで、まあね、えー、もうちょっと詳しく話をし、えー、聞きたいという方、もしね、いないと思うけど、いらっしゃったらですけどね、えー、メインチャンネルよろしくお願いいたしますというところでございましょう。で、こちら。 これが、えー、とデータのところの前か違う、えーと、選手か、えー、選手ということで、これは今シーズン主なメンバーにはなります。まあ、やっぱファンマー選手、大活躍でございました。まあえー、個人選手としても、ね、チーム得点をか、えー、チームじゃないか、えー、リーグ得点をというところで、まあ、得点をですよね。で、まあ、チーム内の、えー、得点、まあ、年間における、ね、クラブ内の個人得点数でいうと、ゴ、ま、ヤ、あえー、選手かなを抜いて、歴代トップという数字残したファンマーにはなりますので、まあ、ファンマーいなかったら、ね、今シーズンはちょっとやばかったっうシーズンかな。でウィ とかね、マルコス選手を加入してから活躍、えー、見せましたしというところでございます、まあ。海王選手は契約満了ありました、高橋選手とかもね、えー、奥井選手もそうですけどもね、まあ、何人か、ね、メンバーもすでに離れることが発表されている選手もいますし、まあ、来る選手もいるというところなんでそこちょっとね今後期待したいというところでございましょうかね。でこちら これが、えー、数字のところになってきますけどもね、やっぱオフェンスに関しては、やっぱもう J リーグ屈指のものがあります、まあ上位というところで、まあ成功率も3位だし、得点数も4位というところと、まあチャンスをしっかり作ることができておりますので、オフェンスには全然問題ないと、むしろ趣味のところかなと、わかりやすいですね、非チャンス構築率が21位で、非シュートの数も21位なんで、まあピンチは迎えるし、シュートもめっちゃくちゃ打たれるとね、えー、ピンチ迎えるし、シュートも打たれてしまう。ってなると、やっぱ非ゴールの数が増えるというところで、まあ成功率は8位なんで、まあ8 8位だけど、こんだけね、シュート打たれてね、8位なんで、まあ、ゴールキーパー含めたね、最後のとかまあ、守った方じゃないか、まあ、いい数字じゃないですよ。いい数字ではないんですけれども、非チャンス構築率が、非シュートの割にはね、頑張った方じゃないかというところで、ほんとディフェンスとかまあ、これだから、非チャンス構築率が下がればね、非チャンス構築率が下がれば、シュートで持っていかれることも少なくなりますんで、ここからやっぱ、非チャンス構築率が下がるイコール、非シュートの数も下がるってことは、非ゴールの数も減ると思いますんで、やっぱりこう、ファイナルサードのとこかな、ミドルサード のところでなんとか潰すことができるかどうかというところでございましょうかねでこちら これが90分間監査の平均スタッツ、えーまあ、がどんなにカリル監督がね、えー、納得いってるかにも言います。やっぱカリル監督やりたいサッカーと現実的なところで結構今年も悩みましたもっとカリル監督が、ね、ボールを持って保持してやっていきたい監督であるんですけれどもやっぱりこう保持思考になるとうまくいかないみたいなところがあって結局またね、えー、カウンターで見たところがありますんで多分カリル監督が望むスタッツでは、えー、ないんじゃないかというところでございましてまあね、まあ、警告1.6も一番多いですしこれなんかファンマーとかがねもらい すてる問題がありますファンマって別にこうねダーティーなプレイこうね悪いプレイでねファールとかしてしまってカードをもらうというような意義もう一つですね意義でカードをもらうこと多いんでちょっとそこはね来季一個コントロールしてほしいというところでございましょうかねはいそれもまが以上で一応バラバてジェツのチャンネルのつつんでしたよかったチャンネルますその